兄貴、これがホストクラブってやつなんすか？下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。達川というものをお探しでしたね。そうだ、達川はここにいるんだろうな。どいつだ？残念ながら達川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはねえ。よう、あのリングであんたを倒せば達川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に達川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは達川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてたハルカちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は達川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。
お前。いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴が、そのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのハン・ジュンギが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ、兄貴。結局のとこ、正面切ってタイマン張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆、宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあ、ドングを。もう一丁。なかなかいいよ、ユータ君。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。ふん。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。
我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。老いはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな。半純義達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。
余興は終わりだ、ハン・ジュンギ。余計な真似をするな！私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている？拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、キリュウさん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。